首脳会談を終え、先ほどから安倍総理大臣とドイツのメルケル首相の共同会見が行われています。 G7 の現在と次期の議長国として連携をさらに深め、ウクライナの平和と安定のために積極的な役割を果たしていくことで一致いたしました。首脳会談ではこのほか、農業改革などの日本の成長戦略やギリシャの経済危機などの EU の経済情勢についても意見交換しました。さらに両国は国連安保理改革に向けても協力していくことで一致しました。